ソリッド、エッジとは、米国アラバマ州ハンツビルに本社を置くインターグラフ、社が1996年にリリースを開始した、パラメトリックフィーチャーベースの3次元カナダドルソフトウェアで、世界で初めて、マイクロソフト社のオフィスコンパーチを取得した、Windows 完全準拠の機械系カナダドルシステムである。その後バージョン4までは、モデリングカーネルに、アシを採用していたが、 1998年に、ウナグラフィックスソリューションズ社に買収されたのを機に、同社開発のモデリングカーネルであるパラサリドベースになり、現在は G メンス PLM ソフトウェア社が開発を継続している。バージョン20まではヒストリーを持つパラメトリックフィーチャーベース、カナダドルとして開発が続けられてきたが、2008年夏にリリースされたバージョン ST では、 同写真開発のシンクロナステクノロジーを採用し、従来のヒストリカナダドルの課題であった変更の度に発生するフィーチャーの再計算をなくしつつパラメトリックやフィーチャーの恩恵を受けられるヒストリとノンヒストリの良いところを取りをしたシステムに生まれ変わっている。また ST になった後も従来のヒストリを使ったモデリング環境は残されており、ユーザーは状況に応じて 適切なモデリング環境を選択できる。同社はソリッドエッジのドラフティング環境を切り出して無償配布している。二次元の基本的な作図及び編集機能を有しており DWG や DXF の入出力機能のほかデータの保存や印刷も可能で有償版ソリッドエッジで作成した図面ファイルを開くこともできるが三次元データから作成した図面ビューへの 寸法配置や編集はできない。よって、優勝版ソリッドエッジで作成された3次元データの図面化作業用として使うことは想定されておらず、あくまでも2次元カナダドルとしての使用が主たる目的となる。また優勝版ソリッドエッジのバージョンアップに伴い、ソリッドエッジにディードラフティングも継続してリリースされるので、無償でありながらバージョンアップも可能となっている。ありがとうございます。